サトシくん、サトシくん。サトシ君？帰ってきてくれたんだ。園崎です。朝早くにすみませんな。君吉でございます。おばあちゃんまだお休みですかな。はい、昨日のが答えたみたいです。しばらく寝かせておこうと思います。そうだね、無理に起こしちゃ悪いな。ミオンちゃんもこれから学校だよね。じゃあ枕元に伝言を置いといてもらってもいいかな。わかりました。なんと伝言しましょう。ね、昨日の件で緊急に役員会を開くことになったんだけど、それをね、今日の夕方の5時から神社の集会所でって伝えてもらえる？わかりました、伝えておきます。はい、園崎です。早朝から申し訳ありません。葛西と申しますが、ミオンさんですか？おはようございます。葛西さんですか？おはようございます。シオンさんはまだそちらにいらっしゃいますか？シオンはさっき顔を洗ってました。呼んできますね。おはようです。おはようございます、シオンさん。今日は登校されますか？するわけないです。軽いし。
まあそんなとこだとは。それでシオンさん、沖ノ宮へ帰る足はありますか？若いのに迎えに行かせますが。君吉のおじいちゃんとかそのあたりに送ってもらおうかなと思ってます。私のことは放っておいてくれて OK です。親父さんから出席日数だけは守らせるように厳命を受けていますので、私の小指のためにもご協力をいただきたいもんです。まあ気が向いたら努力します。それより笠井、聞いてる？聞いてるとは？昨日のあれ。一応は。恐ろしい話です。これまでのたたりの犠牲者はさ、みんなダム戦争の時の戦犯だったわけじゃない？それが今年はちょいと路線が違う感じですよね。どう思う？さあ、私の預かり知るところの話ではありません。昨夜の犠牲者の二人がどうしてお社様のたたりを受けたか知ってる？いいえ。実は昨夜ちょっと聞いた話だと、なんか綿流しの最中に西御殿にこっそり忍び込んだらしいよ。鍵を針金か何かで開けて。そうですか。バカなことを。ん？ああ、まあ富武さんもそのあたりには疎いよそ者だったってことだね。でさ、笠井、実はさ、私もなんだけど。入ったんですか？うん。西御殿に？シオンさんが？うん。その高野さんに一緒にどうって誘われてさ、高野さんと富武さん、そして私と、ほら前原屋敷に引っ越してきた圭一って男の子と一緒に4人で。シオンさん、去年ああいう一件があったばっかりなんですよ。今度はどうけじめをつけられるおつもりですか？去年が爪三枚だったから、奮発して5枚くらいいっとく？あ、ごめん。でもふざけてるわけじゃないんだよ。そりゃ私だってヤバいとこだって認識はあったよ、少しは。でもさ、そこまでヤバいことなわけ？シオンさんは仮にも園崎本家に縁ある方です。今さらそんなこと言ってまかり通ると思いますか？っていうか、だって私ずっと沖ノ宮、ばあさんに嫌われて以降雛見沢にはほとんど近づいてもいない。その上、学園に閉じ込められて過ごしてたんですよ。そんなの私が知るはずないじゃない。
シオンさん、私はあなたの味方のつもりです。極力シオンさんを信じてあげたいと思っています。ですが、いくら私でもかばいきれないことがあります。第一、お姉が来たから切ります。じゃね。チェ、まいなあ。死人がなおもあがこうとしたら、そりゃ特攻あるのみでしょ。
遅い。待っててくれたわけ？先に行っちゃってもよかったのに。あれ、ミオン、お前、顔が赤くないか？息も妙に荒いし。みーちゃん、ひょっとして具合悪くない？レナの手、冷たいな。みーちゃん、ちょっとだけど熱あるよ。そんな大したことないよ。半日もすればケロッと治っちゃうって。本当に大丈夫かよ。あんまり無理するなよ。あれ、ケイちゃん、気遣ってくれるの？嬉しいな。無理しない方がいいと思うな。先生にはお休みだって伝えとくよ。大丈夫大丈夫、風邪薬も飲んだし、すぐに効いてくると思うから。じゃあ行こうか。くれぐれも無理するなよって言いながら。時間。は、走らないと、間に合わない。スリリングな朝になっちゃったね。鈍った体にはちょうどいい勝つかもね。走ろ。それでは委員長、号令。あ、起立。気をつけ。みーちゃん、本当に大丈夫かな。今日は具合悪そう。あら、そうなんですの。それはよくありませんわね。まあ、その、あれだ。女の子には体調が悪くなる日もあるってことだな。僕にはそんな日はないのですよ。みぱーん。
やっぱケイちゃんはこっちの流しを選んだか。表の方が気分いいもんね。あ、ミオンか。授業サボるなよな。ミオン、風邪の方はいいのかよ。眠いのは寝不足じゃなくて風邪薬の副作用なんだろ。実は内緒なんだけど、昨日はお祭りの後で親族の宴会に巻き込まれちゃってさ、それでエンドレスに。て、徹夜明けかよ。心配して損した。じゃあな、俺は教室に戻るぜ。帰りは気をつけろよ。フラフラして側溝や用水路に落ちるなよ。あ、そうそう、ケイちゃん。なんだ？変なことを聞くけど、深く考えないで答えてね。それは内容によりけりだな。昨日の綿流しの晩さ、富武さんと高野さんに会わなかった？富武さんと高野さんはわかるよね。ほら、ケイちゃん、お祭りの前日準備の時、シオンと一緒に4人でお話ししてたでしょ？さあ、どうかな。会ったような、会わなかったような。そう。じゃあもう一つ質問ね。同じく夕べ、シオンに会わなかった？それ、昨日も聞いたよな。俺、あったかどうかわからないって答えたと思ったぜ。そうだっけ？また改めて聞いたら違う答えが返ってくるかなって思ってさ。どうしてあったかどうかをそんなに気にするんだよ。大したことじゃないの。
富武さんと高野さんとシオンとケイちゃんをね、悪く言ってる人たちがいるの。何が悪いんだかはよく聞いてないんだけどね。私、ケイちゃんが悪いことをするなんて信じてないから。でもちょっとだけ聞いてみたかったから聞いてみたの。不愉快な思いをさせてごめんね。本当によかった。困ってたんですよ。ありゃ、シミコさん、何かご用で？バッチャですね。綿流しの祭りで面白くないことがあったみたいで、昨夜からすごく機嫌が悪いんです。ああそうですか。別に無視してるんじゃなくて寝込んでるだけなんです。昨夜だいぶ遅くまでカリカリしてたから、多分まだ起きられないんじゃないでしょうか。知ってるでしょ、一度機嫌を損ねたバッチャがどれだけの期間機嫌が悪いかを。そうですね、困りましたね。しばらく顔を見せない方がいいと思います。シミコさんに悪気がなくてもバッチャは何かと咎めてくるに違いありませんから、こういう時は私に任せといてください。そうですか？それは助かりますけど。シミコさん、申し訳ないんですけど、他のお手伝いさんにもしばらく来なくていいと伝えてもらっていいですか？バッチャの機嫌が治ったらこっそり電話しますから。しばらくそっとしてあげてください。もしもし。あ、園崎の妹の方です。こんにちは。
今はお時間大丈夫ですか？シオンか。ミオンと同じで今日は寝不足で寝込んでるんじゃないかと思ったぜ。え？ひょっとしてお姉早退ですか？お姉らしい。ごめんな。ちょっと親が電話待ちをしてるんで、そんなに長話はできないんだ。何のようだ？お話ししたいことがあったんですけど、長電話が無理じゃ仕方ないですね。じゃあさ、会って話をしないか？ついでに図書館にも案内してもらえるとありがたい。図書館って駅前の私立図書館ですか？別にいいですよ。バイトのついでってことで。ミオンと違ってシオンは待ち合わせ時間を守るな。しみじみ。お姉を標準にされるといろいろと困ります。ん？少しフラフラしてないか？お前も昨夜は寝不足だろ。隠しても無駄だぞ。で、学校を早退したに違いない。残念でした。私はそもそも今日はずる休みしてますので。私、お姉より要領いいですから。おいおい、学校をずる休みするのを要領いいとは言わないと思うぞ。じゃあ先に用事を片付けます。時間もそんなにないですから。図書館へ行くんですよね。ああ、頼むよ。お袋の借りてる本の返却期限が今日までらしいんで。図書館は遠いのか？すぐ近くですよ。
どこの図書館も似たようなもんだな。言われてみれば、例のおもちゃ屋も親類の人が経営してるみたいだったな。そういえばエンジェルモートも親類の人が経営してるんじゃないのか。特に金融、不動産関係は強いですね。あと商工会議所の役員も何割かはその崎生かその親類がついてます。沖宮一帯を評伝に市議会議員と県議会議員にもその崎がいますし。ちょっと待て、なんだかすごい話になってきたぞ。沖宮の町中に親類が経営する店があって、特に金融不動産に強い。しかもその上商工会議所の役員の何割かが親類で、しかも地元選出の議員までいて。ひょっとして園崎家ってこの辺り一帯じゃすごいんじゃ。ねえ、すごいんです。どうも、こんにちは。今日はデートですかな。うらやましいですね。そうだと思ったら邪魔しないでほしかったですね。おいっさん。
前原さんでしたよね。あなたもタフな人ですね。園崎姉妹を二股かけるなんて。いや、そんな二股だなんて。ごめんなさい、ケイちゃん。私、もうバイトの時間なんです。え？あ、そうなのか？そういえば、今日はシオン、何か話があるんじゃなかったのか？なんなら。うん、また今度。あ、バイトが終わったら電話します。夜なら電話大丈夫ですよね。ああ。大丈夫だと思う。じゃあ、今夜電話しますので、その時に。じゃ。あれ、ミオンちゃんかい。バッチャは昨夜のあれ以来機嫌を相当悪くしちゃいまして、誰も近づけず布団にこもりきりです。今日はミオンちゃんが園崎家当主代行ということでいいね。お嬢さんから話とか聞いてる？一応。じゃなくて、君吉さん、今日の会合だけど、司会、私じゃないと。
大丈夫大丈夫、おじいちゃんがやるから。ミヨンちゃんは座ってればいいよ。お嬢さんから聞いてる話があったら話してくれればいいからね。村長、そろそろ始めますかいね。全員揃いましたね。それでは皆さん、本日は大変お忙しい中、緊急にお集まりいただきまして、誠にお疲れ様です。それでは初めに、村長さんからご挨拶をいただきます。村長、どうぞ。座ったままで失礼します。ケンちゃんも座ったままでいいよ。今日は平日の夕方にお集まりいただきまして、また昨日は綿流しを本当にお疲れ様でございました。おかげさまで本年も事故もなく、大変な盛況のうちに終了させることができました。祭りにも村中から大勢がいらっしゃり、本当に素晴らしい祭りになったものと思うとります。来たの何人だっけ。大本営発表だと5000人だそうです。今後もますますの文化の向上のために、一丸となって頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは引き続き議事の方に入ってまいりたいと思います。本日の議事を君吉村長さんにお願いしようと思います。承認していただける方は拍手でご承認願います。ありがとうございます。それではただいま万座でのご承認をいただきましたんで、君吉村長さんに司会を譲りたいと思います。よろしくお願いします。どうもケンちゃん、お疲れ様。では司会を引き継ぎましたので、本日の議事に入りたいと思います。申し訳ない、カーテン閉めましょうかね。
ミオンちゃん、お嬢さんは何か言ってたかい？園崎家当主代行、園崎ミオンです。本日は当主お寮に代わりまして出席させていただきました。よろしくお願いいたします。不幸にしてお社様のお怒りは5年目にも下されることになりました。大変悲しいことです。どうして今年もたたりがあったか分かる方はいますか？そう、西宮殿の金を犯し土足で聖域を踏み荒らして汚れを持ち込んだからです。何ちゅうこと！あ、本たれが信じられん小僧どもだ。腹渡引き裂いても飽きたりんガキどもじゃん。お社様、お怒りをお鎮めください。なん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 てこと、なんてこと。お社様、お社様、これだからよそ者すっかん。なんも考えねえ、ガクガクもないよ、さらんと。あれ、すってれんこってなるね、バチ当たりどもんが。
お静かにお願いします。ほら、静かに静かに。西宮殿に忍び込んだ賊は4人、あと2人います。富武さんと高野さんは分別のつくお年だったはずですからね。お社様のたたりが直ちに下りましたが、もう2人は子供です。まだたたりは免れていますが、何のけじめもなく許されることはありません。その二人の狼藉者は、園崎紫音、そして前原圭一。園崎紫音は、すでに、一人の前原圭一は？まだです。西宮殿を犯した4人、すべてにお社様はたたりを下されるでしょう。前原圭一も例外ではありませんよ。日比吉さん、
この後、ご予定はありますか？いや、何もないよ。うちへ寄ってもらえませんか？お嬢さんが呼んでるのかい？はい。直接会って話したいことがあるんだとか。じゃあ夜かな。バッチャ、着替えたから来るそうです。ちょっと時間かかるかもです。いやいや。ゆっくり待ってるから。多分、シオンの話じゃないかなと思います。うん。シオンは去年がありますからね。北条家の人間なんかと懇意になるなんて。去年は爪を剥いで許してもらったんだったね。ええ、三枚剥いで。シオンちゃんは今は地下にいます。様子はどうなんだい？ずっと泣いていますよ。ミオンちゃん、率直なところ、お嬢さんはシオンちゃんのことをどうするって？具体的なことは聞いてません。ご存知と思いますけど、バッチャは怒りが度を超えると逆に無口になりますからね。西宮殿に入ったんだもんな。しかも自分とこの身内がな。そりゃそうだろうな。おじいちゃんはシオンの処遇どうなると思います？そりゃ爪三枚よりもっとむごいことになるだろうな。お嬢さんのことだから身内に甘くするってことはないと思う。むしろ身内だからこそ厳しく当たるだろうからな。何しろ西宮殿に入ったんですものね。それは許されないことでしょうね。さすがにな。西宮殿はな。でもシオンもかわいそうかもしれません。だってずっと雛見沢から遠ざけられてきたんです。西宮殿の不可侵性は知ってはいたでしょうが、そこまでいけないことだという認識は多分なかったんでしょうから。確かにシオンちゃんは不憫だよな。私かシオンか、背中の入れ墨を見る以外に私たちをどんな方法で区別できるというのですか？何もない。ミオンとシオンなんて区別自体が何の意味もないのに。
ミオンちゃん。私にはシオンがどういう処遇になるか想像もつきません。そしてどんなことに決まっても意見できる立場にありません。バッチャは身内であればむしろ意見を聞かない人ですし。そうだな、お嬢さんの悪いところだよ。シオンは園崎シオンでなければとっくに殺されていたことでしょう。死に準ずる罰が果たしてどのようなものか私には想像もつきません。殺されなかったにしたって多分一生日の光を見ることはできないでしょう。つまりは鬼隠しということかと。ミオンちゃん、シオンちゃんは反省してるんだろ。ええ。大丈夫、シオンちゃんがちゃんと反省してるなら鬼隠しなんかなるもんか。君よしのおじいちゃんに任せなさい。本当に大丈夫なんですか。そりゃお嬢さんは私に意見されたら怒りはするだろうけどさ、でもおじいちゃんは引かないよ。シオンちゃんがしっかり反省してるんだから許してあげてほしいってちゃんと頼んでみせるから。本当に大丈夫でしょうか。去年の北条さとし君みたいに鬼隠しになっちゃったりしないでしょうか。罰当たりの北条家の坊主ならいざ知れず、その園崎家のシオンちゃんならきっと許してもらえるって。北条家の坊主ってサトシ君のことですか。去年の犠牲者の。北条の連中は仕方ないさ、村を丸ごと売ろうとした売国と同然の奴らだ。鬼隠しだってありえるだろうけど、そりゃ北条家だからの話だよ。北条家の連中は一族老頭みんな呪われて当然だ。鬼隠しに会うのはそういう連中なんだから。だからシオンちゃんは大丈夫。大丈夫なんだよ。おじいちゃん、でもサトシ君は去年シオンがけじめをつけたから見逃してもらえることになったんじゃないの。けじめ？なんの。ほら、爪を三枚剥いだじゃないですか。笠井さん、吉郎おじさん、それからサトシ君で三人分。三枚。え？三枚ってそういう意味だったのかい？あの三枚はそういう意味じゃなかったんですか？いや、合ってるよ。関わった人間が三人だから三枚の爪でけじめとしたんだよ。そう私も聞いてるよ。でも笠井さん、吉郎さん、それからシオンちゃんで三枚だと聞いてたよ。
どうして北条さとし君は鬼隠しにあったのでしょう。え？さとし君のご両親は確かに村を売ろうとしました。お社様のたたりがあったのは当然です。でもさとし君はその両親の子供であっただけ。そのさとし君にどんな罪が？みおんちゃん、さとし君にどんな罪があったのかと尋ねています。あなたはさっき、罰当たりな北条家の坊主なら鬼隠しにあっても当然と言いました。鬼隠しにあっても当然な、どんな罪があったのかと聞いているのです。聞かずともわかります。園崎お涼が決めたのです。お社様のたたりが及ぶのは北条の姓を持つすべての人間と決めたから。ま、待って、ミアニちゃん、別にそういうことが決まってるわけじゃない。決めたわけではないのですか？そうだよ、そんなことを決めたことなんかない。北条家にはお社様のたたりがいずれ下る、そういう話をおぼろげにしたことはあっても、そんなにはっきりとしたことを言及したことは一度もないし、誰もしてないよ。ではさっきあなたが口にした北条の坊主ならいざ知れずという言葉は何を根拠に出たものなのですか？ごめんよ、ミヨンちゃん、あれはその言い過ぎたよ、謝る。そういうことです。北条家なら何があってもたたり、北条の名を冠していればどうなろうが知ったことではないという、そういう考えが蔓延していることが問題なのです。さとし君に罪があろうがなかろうが、北条という姓があればそれで汚らわしい、そういう考えが蔓延していることが問題なのです。そしてあなたはその蔓延でいぶされた汚れた思考に汚染された迷信盲信、許せない、お前のような存在が許せない、お前のような奴がサトシ君たち一家を追い詰めて追い詰めて、あんなにもすり減らして、サトシ君がかわいそう、本当にかわいそう、彼が何をしたの？何もしてない、何もやってない、ただ北条であっただけ。それにどんな罪が、罰が、たたりが、呪いがどうして降りかからねばならなかったのか、一体サトシ君に何の罪があったというのか！ごめん、シオン、今、なんて言った？昨夜、鷹野さんと富武さんが死んだんだそうです。鷹野さんは焼死体で、富武さんは自殺みたいな感じで、今朝知ったんです。お父さんが親類の人からの電話で話してるのを聞いて、マスコミに報道されないのは当然なんです。過去にそうだったから。村長とか、あと園崎家出身の金バッジが警察に思いっきり圧力をかけたんだって聞いてます。じゃあつまり二人の死は秘密裏に処理されてしまったということか？そういうことです。もちろん警察は捜査をしてますよ。でも秘匿捜査ということなので、捜査活動にはかなりの制限が加えられているそうです。これは事実上の捜査妨害と言えるでしょうね。信じられない。
人が死んだのに、それが公にされず、ひそやかに処理されるなんて。もっと噛み砕いて言うと、綿流しの夜に誰が死んでも公にはならないということです。そんなバカな話があってたまるか。ケイちゃん、私以前にお社様のたたりは村人が起こしてるかもしれないって言いましたよね。つまりそういうことなんです。この雛見沢では毎年綿流しの夜にお社様のたたりということにして誰かを殺してもいい土壌がいつの間にか作り上げられているんです。Thank you.
通してくれるんだよ。俺は全然関係ないんだぞ。どうすんだよ、どうすんだよ、どうやって責任を取ってくれるんだよ。え？おい、聞いて。君吉です。園崎です。どうです、村長さんは見つかりましたか。ああ、ミオンちゃんか。片っ端から電話をかけてみたけどダメだよ、見つからないんだ。参ったな。どこで油売ってるのかな。こっちでも心当たりにいろいろと問い合わせましたけど全然。バッチャにも相談したんですが、青年団を招集して探し回った方がいいだろうということです。こんな時間にかい。それに別に行方不明になったと決まったわけでもないし。綿流しの直後ですから少し慎重に扱った方がいいとのことです。それでも見つからないなら明朝を警察に通報しましょう。見つかる見つからないは別にして痛くない腹を探られない方がいいでしょうから。お亮さんがそう言ったのかい。はい、直接声を聞かないと信用できないなら電話先に出させますよ。いえ、わかりました。青年団を集めて探しましょう。それで見つからなければ翌朝に警察に通報します。青年団の連絡もよろしくお願いしますね。私もバッチャの代行ということでそちらに参ります。ありがとう。すぐにみんなを集めます。ええ、では。君吉のおじいちゃん、お具合はいかがですか。今ね、村中でおじいちゃんの姿が見えなくなったって大騒ぎしてますよ。おじいちゃんの家から相談が来たので、青年団を収集して捜索を行うことにしました。これから行ってくるところです。鎖、少し長くしてあげましょうか。私の質問にちゃんと答えてくれるたびに、そうですね、鎖の輪っか1個分長くしてあげます。あと3個も長くなればだいぶ楽になると思うんですけどね。
さっきは知らないと言われましたけど、もう一回尋ねます。北条さとし君について知っていることを教えてください。うん、ああ、ごめんなさい。喋りたくても喋れません？じゃあ、私とおしゃべりの間だけちょっと緩めましょう。知らないんだよ、シオンちゃん。本当に知らないんだ。サトシ君が生きてるのか死んでるのか、それすらも。おじいちゃんは本当に何も知らないんだよ。ま、ひなみざわのたたりのシステムはそういう部分で機密性を保持していますからね。おじいちゃんが知らないというのもありえなくはないことです。なら聞き方を変えます。サトシ君がどうなってるのか、君よしけ当主の立場でご意見を伺いたいです。サトシ君は生きてる？死んでる？生きてるんじゃないかって噂を聞いたことがある。ああ、新幹線で東京にってやつですね。警察が東京で姿を見たというようなのを聞いた覚えが。ねえ、君よしけの当主様、呪われた一族北条家の人間をわざわざ失踪なんていう凝った消し方をしていて、わざわざ生かしておくのにどんな理由があるんです？ないんじゃないですか？それに、その東京で警察が見たという情報ソースを教えてください。私は大石と一時期連絡を密にしていましたが、そんなのは聞いたことないです。おじいちゃん、私の機嫌を取ろうとしていい加減なことを言ったならかえって怒っちゃいますよ。ごめんよ。別にシオンちゃんを怒らせようなんてつもりはないんだよ。謝るよ。私、ご機嫌取りの話なら聞きたくないんで。君よしのおじいちゃんにサトシ君のことを調べる協力をお願いしてるだけなんです。わかってる。ちゃんと真面目に考えるから。ズバリ、生きていると思いますか？死んでいると思いますか？生きてると考えるのは難しいんじゃないかと思う。ですよね。生かしておくことで伴う膨大なリスクを負う意味ないですもんね。私だって同感ですし。警察は、おば殺しの犯人がサトシ君で、サトコの誕生日プレゼントを買うために貯めてた貯金で逃亡したと、そう考えてました。この辺、どう思います？でも、
その犯人は確か麻薬中毒の危ないやつだと聞いたよ。あれどう思います？私は私がこう言うのも変だけど、サトシ君がおば殺しの犯人だって信じてるんですよ。あいつは例えばばあさんあたりに買収されて仕立て上げられた身代わりじゃないかと思うんですけど。それはおじいちゃんも思ってたよ。突然ひょっこりと真犯人でしたなんて言われて腑に落ちなかった。やっぱり身代わり？多分そうじゃないかと思うよ。何のためにだと思います？警察はサトシ君が犯人だと思って捜査を進めてたんだよね。サトシ君を鬼隠しということで失踪させておきたいと思うなら、警察の捜査がいつまでも続くのは面白くなかったんじゃないかな。でもそんな犯人のでっち上げなんてそうそう簡単にできることじゃないですよ。お嬢さん以外にはできないよ、そんなことは。ばあさんが裏の世界で相当の力を持ってるというのは私も知ってはいますけど、そんなにもあったんですね。シオンちゃんだっていろいろとダウン戦争の頃から噂は聞いてるだろうし、中には実際に直接聞いたものもあるんじゃないかい？シオンちゃんだって建設省の幹部の息子というか建設大臣の孫だな。あれの誘拐事件の話は知ってるだろう。あれってやっぱ誘拐だったんですか？孫が鬼隠しになって高津戸だか矢郷地だかの山奥で見つかったって話は知ってたんですけどね。あれはお嬢さんの指図によるものだよ。ダム工事の中止の約束が取り付けられたんで孫を釈放したっていうのは、おじいちゃんたち旧同盟の幹部ならみんな知ってる。ふーん、身近にいすぎて私がよく分かってなかっただけで、やっぱりばあさんとか御三家とか旧同盟って大したもんだったんですね。怖い怖い。サトシ君を鬼隠しにした実行犯は誰だと思います？わからないよ。それに誰が実際にやったかは問わないのが不文律だったから。誰がやったにせよ大したものですよね。だって人を殺して死体も出てこないなんて結構簡単なことじゃないんじゃないですか？誰が殺したかは別にして、例えば死体の処理をお嬢さんが手伝ったという可能性は考えられるよ。今いるここの奥に
死体を捨てるための井戸があることは知ってるだろう。ああ、確かに。どこかの山中に埋めるくらいなら、ここの井戸に捨てる方が絶対に安全ですもんね。サトシ君、サトシ君、生きる、生きるよ、生きる。ミオン、サトシ君、見つけた。井戸の底なんだね。そうだと思う。そこしかないもん。ミオンは
サトシ君が殺されるところには居合わせなかったんだよね。うん。もし居合わせたら、サトシ君を許してもらえるよう、ばあさんに意見してくれたかな。絶対にする。せめて命だけはって。絶対に言うよ。嘘だ。嘘だアリバイのために自らを投げ打って戦った。その結果が爪三枚なんて安いもんでしょ。でもね、それだけの努力じゃサトシ君を救うには全然足りなかった。届かなかった。どうしてか沢から遠ざけられていて、何からも遠ざまで、何も教えられなくて知れなくて。でもあんたは違う。あんたはミオンだった。あんたは雛見沢のうちにいて、すべての中心ですべてを教えられてすべてを知ることができた。私があんただったらきっとサトシ君を救えた。私なら救ってあげられた。あんたがミオンになったからだ。返してミオン。もともとミオンはあんただけのもんじゃない。私のものでもあったはず。それにもともとミオンは私のじゃない。私があんたに貸してあげるようになっただけで、本当は私のだったじゃない。私のミオンを返せ。お前がミオンの外見をしているだけでも虫唾が走る。お前じゃなく私がミオンだったら、だったら